高麗館の頭脳、高麗館の陰と陽、健康優良中国娘にパチュリーはどこまでついてこれるのか。エントリーナンバー3180番、パチュミリン。はい、どうもパチュミリンです。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい。いやでも頑張っていこうかなと思ったんですけど、やめました。なんでやめるのかな。あなただって辛いことだらけですから。いや、そんな辛いことは一つもないですよ。いや、私ですね、高麗館に来まして、うん、もう数百年になるんですけど。もうそんなになる。まあ稽古は欠かさないですけど、門番なのかちょっと太りましたね。そうかな。いや、太りましたね、私ね。急に太ってる。デブイコールそんな声みたいになった。いやでも胸も狐目の女ぐらいありますよ。おお、栗子森永の犯人みたいに言ったね。知らないです。まあでも昔に比べたら少し太ったかな。でこれじゃダメだと思ってこれ使って鍛え直してるんですよ。おお、両手を広げるスプリングのやつ。これアコーディオン。鍛えられないよ。音出るばっかりじゃん。音出して音出して。ちゃんと鍛えなよ。そういえばパチュリー様はどうなんですか。私、お体の具合は。あんまり良くないんだけどね。でも私、言っていい？え、何ですか？このままじゃ私ダメだと思ってるのよ。お、どうしたんですか？来年はね、アウトドアに走ろうかな。どういう風の吹き回しです一体。あ、何？なるほど。何よ。あの人間のこと、外で遊びたいんですね。な、何のことかしら。とぼけなくていいですよ。わかりました。え、でもパチュリー様、ん、あの子は活発ですから、遊んだら一日と体が持ちませんよ。そうかな。じゃあはい、アコーディオン。まずは胸まで持ち上げる。重い。はい、音鳴らす。よいしょ。ダメ、無理。あー、かなり弱ってますね。無理よ、重すぎる。アコーディオンも弾けないようじゃあの子とは遊べませんね。アコーディオン基準で。ちなみにあの子と遊べるレベルって言ったら、ほっほっ、はいやー。まあこれぐらいは必要でしょうね。無理、絶対に無理。じゃあ日陰道を極めるしかないですね。ハードルが高い。いや、パチュリー様、コツコツ積み上げればいいんです。え？私が鍛えて差し上げますよ。え？あなたが？ええ。いきなり腕立て100回とか無理よ。いや、それはないです。音楽に合わせて楽しく鍛えられる方法があるんですよ。あ、やってみたいそれ。よし、じゃあ早速やってみましょう。うん。ミュージックスタート。はい、あたた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 たー。キックパンチ、それのまた。ちょっと待てー。何ですか？何よそれ。いや、何って、パチェッパーラッパーですよ。流行んないよ。いや、めっちゃ効果あるんですって。行きますよ。いやー、キックパンチ、それの舞、持病の喘息吹き飛ばせ、日陰の少女にお別れよ。さあ私についてきて。キック、キック、パンチ、パンチ、チョップ、ショップ、ブロック、ブロック、パンチ気にしない。キック、キック、パンチ、パンチ、チョップ、ショップ、アンブロック、ブロック。なかなかいいです、パチリー様。次はもっと激しくなるわよ。キックとパンチを交互に出して、私の言葉を繰り返す。私は好きだ。私は好きだ。マリサが好きだ。マリサがちょ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 。何を言わせるのよ。え？いや、思いを伝えないと。ちょ、え、何これ。え、公開処刑。違いますよ、思いを言葉に出す、まずはそこからですよ。時と場所があるでしょう。パチュリー様は外の世界を知らないんです。思いを伝えれば夢は叶う。リリーホワイトを見てください。春ですよの一言、あれだけで食べていて。あれで生活してんだ。そうですよ、思いを伝える大事です。なんか釈然としないな。さあ、じゃあ行きましょう。いやー、私は好きだ。私は好きだ。マリサが好きだ。マリサが好き、聞こえない。マリサが好きだ。マリサが好きだ。もっともっと、マリサが好きだ。マリサが好きだ。その調子、次はさらに激しくなるわよ。キックとパンチを交互に出して、私の質問答えてね。マリサは好きか。マリサが好きです。
じゃないか。いや、マリサが好きです。ところでお前はマリサなのか。マリサじゃないです。アリスはマリサなの。マリサじゃないです。いやー、私もマリサ、あなたもマリサ。私もマリサってどういう意味よ。やるわね。どんどん行くよ。もっと元気にヤバコーは。もっと元気。ちょっと待って。え、ちょっと何言ってんの。途中からだいぶおかしいじゃないの。ノリですよ、ノリ。何よ、ポットケーキって。もっと垢抜けないと。もう、頭痛いんだけど。もうちょっとですから、頑張りましょう。私の言葉を繰り返す。じゃおあなたが好きなの。はい、あなたが好きなの。あなた、ちょ、ごめん。何やってんですか。ごめん、壺に入った。ジャオって何よ。掛け声ですよ。もっと普通に言いなさいよ。気合の掛け声ですよ。ジャオ。あなたが好きなの。あなた。はい、あなたが好きなの。あなたが好きなの。私を愛して。私を愛して。むぎゅっと抱きしめて。むぎゅっと抱きしめて。ゆうちゃん、go on to the next stage now! やらないよ、いい加減に。